八幡大市の採石工場で廃棄しようとしていた火薬が爆発し男性作業員3人がけがをしました3人は意識があるということですがけがの程度は分かっていませきょう午後1時前、八幡大市大武家の採石工場で廃棄処理中の火薬が爆発したと警察に通報がありました。 この事故で、作業をしていた男性3人が怪我をして病院に運ばれています。3人の怪我の程度は分かっていませんが、搬送される際、3人とも意識はあり、会話はできていたということです。関係者によりますと、作業をしていたのは森岡市の三田商店の社員で、石を砕くために使う古くなった火薬を廃棄する作業をしていたとみられています。また、発見当時3人は、 ヘルメットが飛一いい回だけドンっていう音でしたんで、はい、上に何か落ちたのかなと思ってびっくりしたんですが、ね、警察は、現在も事故の原因を調べています。